はい、皆さんこんにちは。ボルニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日皆さんとお話ししたいことは、曲がらない振り抜けるスイングです。はい、今回のテーマは、曲がらないということですが、この曲がらないっていうのは結構難しいことで、なぜならプロでもその成功率っていうのは 60% から 70% しかありません。ではこの曲がらないためには何をするべきかっていうのは、ですね、私の考えでは3つ大事なことがあります。まず1つ目は軸、まあ背骨ですね。この軸がぶれないようにスイングすること。そして2つ目はスイングプレーンですね。そして3つ目はクラブフェースの使い方です。この3つのことを必ず理解しないと安定したスイングを作ることはできないと私は思っています。ゴルフスイングっていうのは非常に複雑です。ですので、まあ、一つ一つ理解していって取り入れることによって、その精度をどんどん上げていくっていうのが理想のスイングに近づける一番の近道だと思っています。はい、それでは軸について説明していきたいと思いますが、まずこれが第一に必ず理解しなきゃいけないことです。なぜ最初に理解しなきゃいけないかっていうのは、最初のアドレスで決まる角度だからです。はい、それではそれを解説していきましょう。はい、それでは松山選手のスイングを見ながら解説していきたいと思います。まずはですね、軸の線を引きたいと思います。こちらですね。はい、続いてその外側、左肩から左足、つま先、外側、そして右側も同じように、右肩から右腰、そして右腰から右足の外側に線を引きます。で、この軸の角度っていうのは、左肩と左外側のこの緑の線ですね、外側左、これに対して平行に構えるようにします。これがアドレスで作る正しい背骨の角度になります。この軸の角度っていうのは、なぜ左肩左足の線に対して平行にするかというのは、スイング中その角度を維持しながらスイングできる角度になるからです。ではスイングを見ていきましょう。はい、バックスイングではこの軸の角度をキープしながら、この時に大事なのは右腰が据えしないことですね。右腰が据えしてしまうと必ず軸っていうのはずれてしまいます。ですので必ず据えせずに、この右の緑の線の内側を保ったまんまスイングできるように体を回転させていきます。そうすることによって、トップに来た時にこの背骨の軸っていうのは保たれたまんまバックスイングできるようになります。そしてダウンスイングに入ってきて、はい、腕を下ろして左腰を少し体重移動させてダウンスイングに入ってきます。そしてここでも同じように軸を保ちながらダウンスイングします。そしてこの後ですね、この後左腰が左緑の線に移動してダウンスイングしてきます。で、この時に少しずれるんですが、軸がずれるんですが、これはなぜかというと、ボールを
打ち終わった後ですね、打ち終わった後、はい、ここからですね、ここから背骨の軸をキープしながらフォロースルーできるようになるからです。でフォロースルーの時も体っていうのは左の線からはみ出さないようにフォローしていきます。これ線はみ出すっていうことは体重移動をしすぎているっていうことになります。でキープしながら、まあ、内側キープしながら本当にもう最後だけですね、最後だけ右肩が線から外に移動し外れますが、ほぼスイング中っていうのはこの緑の線の内側でスイングできています。はい、それではスローで見ていきましょう。はい、今説明したようにこの軸の角度ですね、非常に大事になります。この角度であるからこそキープしながら回転できる、そしてそのままインパクトを迎えてフィニッシュまで迎えることができる、つまり軸の角度がぶれないということになります。この軸がぶれないということは非常に大事で、まあコマをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですが、軸がぶれなければ非常に綺麗にコマは回ります。ですがそれが少しでもこうぶれるとコマっていうのはぶれて綺麗に回転することができなくなります。これはゴルフスイングでも同じことで、軸が、スイング中ずれないっていうことが非常に大事になってきます。ずれないことによって同じ軌道でスイングできるし、タイミングも毎回同じように打てるようになりますし、スイングスピードにもかなり関係してきます。これはですね、軸がずれないので体がスムーズに回転してスピードが上がるっていうとても大切なスイング技術になります。ここでもう一つ付け加えたいと思います。これはですね、アイアンとドライバーのスイングっていうのは変わるかどうかっていうことですね。それはできるだけ変えないということが私の考えです。それをちょっと解説したいと思います。はい、それでは解説していきたいと思います。ドライバーとアイアンのスイングですね、松山選手のスイングです。スイングというのはできるだけシンプルにする必要があります。ですのでドライバーとアイアンの違いというのもなるべく少なくしたいわけで、松山選手の場合はアイアンとドライバーの違いといえばボールの位置と足の幅の違い、この2つだけです。厳密に言うとこのドライバーの背骨の軸っていうのはアイアンよりかは多少傾きが増しています。それはなぜかというと足の幅が広くなっているので、左肩と左足のこの緑の線の角度っていうのは少しアイアンよりかは増しています。そのおかげで、軸もその分、まあ、平行にする必要があるのでその角度っていうのは少し増しています。まあ、ですので、厳密に言うと、ボールの位置、足幅、そして軸ですね。でスイング自体はもうアイアンもドライバーも同じようにこの軸を中心に体を回転させながらバックスイングして、この緑の線の内側、まあ、体が外に出ないようにスイングして、アイアンもドライバーも同じですね。まあドライバーは足幅が広くなっているので多少体重移動が多めにはなりますが、でダウンスイングですね、ダウンスイング、はい、軸を保って下ろしてきます。でアイアンも同じように軸を保ちながら下ろしてきます。でここから振り抜きますね、はい、で体は
この緑の線の内側、まあ、外に立ってはみ出ないようにスイング、両方とも同じようにスイングしていきます。ですのでアイアンとドライバーのスイングの差っていうのはないということですね。なるべく同じようにスイングできるようにしたいということですね。そうすることによって同じタイミング、同じ感覚のスイングができるということになります。はい、このようにですね、スイングをできるだけドライバーもアイアンも同じ感覚でスイングできるようにした方が私はいいと思っています。これはやはりスイングっていうのはかなり複雑で難しいので、できるだけ考えることを少なく、シンプルにスイングできるっていうことが大事になってきます。で、それを可能にするのがこの背骨のこの角度ですね。左肩と足の線と平行にする、これが非常に大事になってきます。これこの角度があるからできることであって、これがずれてしまうと何かしらアジャストしながらスイングしなくてはならなくなります。はい、それでは最後にですね、家でできる練習方法を説明したいと思います。まずこの軸を傾けるためにはですね、軸をまあ 肩だけではなくて必ず骨盤を傾けて軸を傾けてください。これはもう必ず間違いなくしてないとできません。必ず骨盤をですね、目標方向に少しずらす、気持ちまあ1センチとかそれぐらいですね。はい、そうすることによって、軸がこう傾きます。はい、で次にこのバックスイングですね、右の股関節を入れる。そうするとこう、まあ、パンツのこの筋がこう入ると思います。はい、これがきれいに軸をずらさずに回すことができる動きになります。これが少しでもこの右腰がこうスウェイするともうすぐ軸がずれてしまうので、これは必ず右腰がスウェイしないように股関節を使って上体を回転させる必要があります。はい、でこの2つを気をつけながらスイングできるようにしていただければかなりうまくいくと思います。はい、いかがでしょうか。この練習方法はですね、必ず家でまずやっていただきたいと思います。ボールを打ちながらやるのは大変なので、まずは家でその動きを覚えてから練習場に行って体に馴染ませるようにした方がいいと思います。はい、では今日の動画はこれまでにしたいと思います。まだスイングプレーンとクラブフェースの動きについてまだ話していませんが、それは次回の動画にしたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。